おはがらございます。パチンコとガロを愛する女パチンカスタチオです。で本日収録させていただいておりますお店様はマルハン鹿浜店様にてお送りしております。ガロイレブン冴島タイガ導入から、3日目でございます。導入2日目にしてすでにガロイレブンで14万5千円負けてます。皆様には動画をお届けする1本目ということで早速1枚目いってきます。ゴー。大当たり確率は 319.7 分の1、右打ち入りますと98分の1になるんで、ラッシュが150回転つきます。で右打ちはオール1500発以上で1500発、右打ちあたりの 10% で時短が1万回転となるので、時短が1万回転となるので、まあ3000発ボーナスみたいな形になります。あのへその、ね、63% でラッシュに入る振り分けになっていて、まあ、単発の 37% の方を引いても時短がなんと150回転つきます。先読みしてる、今ね先読みチャンス入れてるんで刺さる、しかもロングバイブ来ました、あるかもしれん。あ、ケンブル赤です。でもこれ私昨日外したのよね117ゲーム目ですね。都市が7500円となっております。緑、ガロー、あ、ゴールドのお花じゃない。はい、ロングバイブ OK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  で、あ、かっこいい。ゴンザさん、剣の赤ブルもつきました。よし、これがグレートフルフェスティバルよグレートフルだろう。さあシスラーリーチですね、下から2番目のガロエスピーリーチになってます。ペブダン、シスラー、ダイ、なんだっけ、ダイラス、なんだっけ、あのグライケンとなっております。あ、緑か、シスラー、あ、ペン赤、これはあっちっちやな。で今回ガル SP 中にチャンスアップかなりあります。今みたいにタイトル白もあるし、赤もあるし、タイトルの種類もいろいろあって、ガロって出たり、エイジのガロって出たり、今みたいに天運って出たりします。でお助けは来ない。すごいね、チャンスアップありすぎて、だからチャンスアップ壊滅だと赤帯とかでも結構しんどい状況になります。さあどうなんでしょうか、タイトル緑、お助けなし、ラストデバイスは、あ、 OK、 ガロー券きます。いい系、震えてる、あ、よっしゃー、導入3日目にして初めて1万円以内で当たりゲットできました。これは取りましょう、 ST 赤いラッシュ、よいしょー。で、あの3図柄7図柄以外は、あの図柄が赤かろうと、あの突入濃厚ではないのでお気をつけください。赤いチャンスを獲得しましょう。で今回2種類あります、連打と一撃。この後にあの姿勢中出てきたら、あ、ダメだガロソロなんで連打ですね。連打だとあんまり入んないんだよな。ちなみに一撃でもあの入んないことあります。上がんないんだよね、上がんないんだよね。おかしいんだよね、へその 63%、まあ、1% はおそらく全回転とかから突入になるんですけど、 62% で赤ちゃん取れるはずなんですけど、マジでね、普通に活発多いんだよ。ノーマルでいく？ノーマルでいこっか。で今回右打ちチューブね、時短150回転もほぼ SC と同じ演出になります。でカスタムいろいろできますので、自分のお好みでぜひやってみてください。あ、ライトニングダークでいこう。お父さんが頑張るのを息子のテーマソングで応援する、それでいきたいと思います。まあ、時短中はやっぱ強い予告じゃないときついかな。はい、あ、緑、テンパイぐらい行くんじゃないですか。5テンパイ、あ、でもこれ別に赤字柄とかではないんでね、
ャンス図柄ってわけでもなさそう。さあ、エルズか、ぜひ共闘でお願いします。おとと麒麟時短引き戻し、オッケー、麒麟と共闘やったー。26回転しかも初めて見た、キリン出てくるの。ありがとうございます。で、右打ち中のキリンはね、なんか濃厚扱いなのかな。まあ、金色だからね、キリン。あー、エアがいい、エアがすごい。ありえば、ありえばじゃない、ありがとうございます。エヴァばっか打つからエヴァって言っちゃう。はい、まあクラシックかな最初は。さあ、ここからはね、98分の1となります、大当たり確率で。まあ一応さっきの当たりが万が一 10% の、 あの時短1万回転を取っていたら150回転消化後に、教えていただける形になります。告知するっていう、先告知みたいなのはないんで。こっちの方が時短っぽいんだけど、何これ。で、98分の1ドガロでは当たりを引けないんだろうか。ちょっと時短で引き戻してスルーとかも一番やっちゃいけないやつですけどね。ラスト回転はあの絶対テンパる仕様になってるんで、はい。お、スザック、スザック、なんでだよ、嘘、スザック、ダメダメだよ、称号ないよね、だって ST 中に当ててないもん。ひえはい、1687玉でございます。マイナスですよ、全然マイナスですよ。はい、251ゲーム目で持ち玉使い切ってしまったので、カードの残り2500円使ってきます。298ゲーム目、2枚目をぶち込みたいと思います。つぶつ追加投資、これで仕留めたい。楽曲がすごい増えたんですよ。なんかアロイズヒアが復活して、ライトニングダーク、冴島効果に入ってた曲も復活で、ソーがなんとね、あのゼロに搭載されてたあの大人気曲ソーがもね、あのおそらくファンの声を、汲み取って入れてもらったんだと思います。そしておなじみステイゴールの炎の石、孤独の月で、こちらの、初搭載かお久しぶりかわかんないですけど、ゴールドウォーリアで、セバインザダークで、フェンサーオブゴールドが待望の復活です。はい、でグレンの騎士、これが今回の新曲です。今回のために作られた曲です。ではガナワガロファイクロー、はい、ネバーエンド G となります。はい、で今回ね、BGM 重視モードっていう、あの音がすごいガンガンで聞けるモードとかもあるので、はい、音楽しみたい方はね、はい、ぜひやってみてください。あ、先読みしてますね、握った手からインバートですか。で今先読みチャンス入れてます。で先読みチャンスで先読みくればガロ SP 以上は発展濃厚らしいので、次かな、これですね。あ、やっと成功する、楽曲青で395ゲーム目、投資が1万7000円ですね。あ、魔天使がいるじゃないですか。はい、魔天使いた。いいじゃない。さあ、グレートフルフェスボガロ完成して、どこ行くの？ダイラスさんですね。上から2番目の位置。
お顔いっぱいあるんだよね。赤でお願い。緑だったならば、なんかチャンスアップいっぱい入ってほしい。いややっぱね、魔天使あろうがなんだろうが、ガルスペ中のチャンスアップないとかなり厳しい印象です。まあ、死生獣は来ても来なくてもって感じですけど、エフェクトとかね、なんかバロフラみたいな。おお、死生獣来た。で、死生獣はなんか対応のなんか生獣が決まってるらしくて、ダイラスは白虎なのかな。で、コーズオブブラッド、フェイスオブグレートフルフェイスオブバロが完成して聖獣ルートになれば8割あります。ほぼ大丈夫だと思いたいんだけど。かっこいいな、かっこいいじゃん。いや、これは絶対外したくない。今聖獣ルートだと剣直りが残るか。いいけー、なんでだよいやでも結構ね、聖獣ルート外してるのよく見るのよね。まあでも復活もなんでー。はい、448ゲーム目から3枚目です。何も起きません。目がさ、腐った死体みたいな目になってきてるし、人間って3日間で18枚諭吉をこうサンドに入れるとこういう顔になります。600ゲーム目、4枚目です。通算19枚目ですね。はい、バロ導入3日目にしてこの台に19万円入ります。食べるんじゃねえぞ。動画を見てくださって、もう幸を少しでも頑張ったらバロやっぱ素晴らしいと思われる方はね、高評価グッドボタンを押してください。よろしくお願いします。ロングバイブ付き、めちゃくちゃ長かった。そうだよね、先読みチャンスだから煽れば刺さるってことですよね。653ゲーム、ちゃんとバロの背景も赤かったね。投資が35,000円、天保流のリベンジだ。天運で続く天運。はい、ロングダイブだよパパ。もう本当本当助けて。まあでもね、ノーチャンスアップのブライケンとかよりかは、まあ、ダイラスとかでも赤たい赤野郎。てかなんかさっきさ、ダイラスの死生獣あ、オッケー来ましたね。ダイラスのね、死生獣パートをね外したのよむちゃくちゃ怖い。さっきのガロって来たやつのなんかあれの赤ペンバージョンとかもあるんで、こういうのが来ていただきたいんですが、もう死生獣直りに入っちゃいました。来れば80%。ダイナスは100個でしたね。はい、死生獣パート、さっきマジ普通に外したかったリベンジやん、頼むよ。最高、フォーズオブブラッド最高。やっぱね、あのお店によってお店の内部音量設定によって聞こえ方が全然違う。今日のお店すごいクリアに聞こえる。はい、震えてないけど大丈夫。なんでだよ、なんで、嘘でしょ、本当に本当に言ってる。だって竜昇寺ロングバイブ付きだよ。復活だよね、す
素直に当たってくれ、本当に心臓に悪いから。はい、ちょっと時間かかりましたけど、2回目のハズ当たり3万5000円かかりました。オッケーオッケー。うわー、姿勢重くねこれ素直に行くことあるのかなと思ってたらね、さっき普通に素直に行ってる人がいた自分の台ではなかなか見れない。こっから上がんないもんね。いやー、めっちゃくれよー。おー、行くぞ。単発でした。あ、いや、単発でもね、さっきみたいに戻せばいい。言うなれば初当たり2回とも単発っていうね、まあ、さっき戻したけどスルーしちゃったから、また甲賀に助けてもらおう。これぐらい今んとこ島で一番、うわ、島で最下位台なんですよ、私の台が。でも今ここから成り上がる。ハムファンタ8ゲーム目。誰キリン、なんでだよ。いや、赤フラ。え、しかも単体なんだ。ダメなのかな。ダメなのか。共闘もあるからね。あ、清流はボタン、あ、ボタン。おっとまた引き戻した。次は絶対逃しましょう。よだれ出たはい、ありがとう。じゃあ私ちょっと、まあ、まだサンプル足りないんですけど、気づいたことがあって、モダンモード選んだ方が連チャンする気がするなんかね、クラシックモードを最初に選ぶとマジね、スルーする。5万発出しても足りない。さあ、モダンモードはね、ガロ、GARO 揃えば、発展みたいな形で、当たりではない。オッケー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 。たらーん。オッケー。ここからなのよ。これで当たりにしてくれよ。緑か。オッケー。だか。やっぱモダンモードだわ。私的にはクラシックモードの方が完全面白いんですけど、やっぱライトニングダークやな。え、あ、そう、ブランクゼロイ風を感じます。で、あ、来たー楽しい。ガロ楽しい。震える。なるほど、連チャンするとこんなに楽しいのか。昨日丸一日通常しか打ってないから、もうポン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 当たりを引いて、あー、バイブしとる。しかもガールになってる。ということは、持ってこれね、赤見たことないから、赤見た、あー、赤初めて。ありがとう。めっちゃ速い。調子に乗ってきましたね。98分の1。まあ、でもエヴァでもね、引くときは即当たりゾーンでガンガン当たりしてるんで。さあ、あ、緑、いきなり緑。そっか、先読みはいじってないのか。さあ、現在 50% でサプライズ演出が発生するモードにしてるのよ。当たってるうちの。ダメ？おー、いった。嬉しい。よかった。これでやっと6連目。やっと、自己最高記録に並びました。ここから伸ばしましょう。今回プロモーションビデオも全てね、新しく一新されてますので、今回の冴島大河仕様になってますので、ぜひね、全曲の PV 見てほしいと思います。連チャンして、じゃ
やでもねすごいテンパってくれるから元気いいと思うんですよね。青ばっかりそろそろ当たる。おしほら青でも当たる。あ当たりたかったんだね。オッケーオッケー。やっと7連目。おし来た来た、なんか来たぞ、いい感じだぞ。オッケー緑行こうぜ。こうからのマジュー、コテンパイ。ただ一時のゴズバラがアタックなのかどうかはちょっとわかんない。キリン、オッケーオッケー、共闘なんでなくはないっすよ。あいいね、これ月光の旅人であった演出ですね。蝶々が、月光蝶がパトランプ鳴らしてくれるやつ、めっちゃ鳥肌立った。ありがとうございます、ええやないの、ええやないの。やっと初の万発がロイレブンで、ありがとうタイガー。ラスト回転は絶対テンパイします。キリン、ヤッコか、ダメでしたね。ザンホで当たる奇跡が見たい。いやー、やっと称号なしから2つしかもらえない称号。マジか、エンディング難しそうだな。10連超えられないね、マジで難しくね、この SP。 まあでもなんとかこちらはできた。トータル8連チャン、だから1万181社前になりました。まあ本日のね収支的にはプラスなんですけど、ここから調子上がってくるかなと思うんで、まだまだ打っていきたいと思います。だって昨日もね31回、一昨日の導入初日は41回大当たりついてますから、まだまだいきたいと思います。あら刺さる。なんか今回もしかしたらバロー剣刺さるとロングバイブつくのかもしれないですね。なんか毎回ついてるから。オッケー、206ゲーム目、来たんじゃないの天国モード。お、あこれレジェンドバロー予告ではなかった、ごめんなさい激震予告。オッケー、まだ持ち玉9306玉あります。あすごい、お隣様とシンクロした。さあ激震予告、激震、激震ゾーン、これは当てたい。ガイラスですか。ガイラスなんか結構ね、青聖獣予告連れてくること多いですけど、青帯はちょっとやばそうですね。歴史予告も一応注目演出の一つだし、もう今ガブレのようなやつがね、あれも何回入ってもいいと思う。寄生獣ビャッコ助けに来て。 OK ビャッコ来るね。寄生獣ルート、いや私寄生獣ルートはその青龍、白虎、朱雀、麒麟みたいに強さがあると思ったんですけど、一律同じ身体度でした。でホラーによって対応の青獣が決まってます。ダイラスは白虎さん、ヘムダンちゃんは麒麟、あとはちょっと忘れた。テロップで、オッケーオッケー。
ここまで強いんだったら剣も先に震えてないけど大丈夫。調子乗ってきたね、ダイガー。いいよいいよいいよ。よし、調子乗りついでにラッシュももう一回取りましょう。今までの下振れをね、覆そうじゃないか。63% で入る。62%。単発は 37% しかないですから、へその。今日ね、2回とも単発で引き戻してるからいいけどさ、純粋に SD 行ってないんだよ。なんでいつもこっちなんだろう。全然一撃が選ばれない。おう。逆光、フーザー、プー。キリンさん。さんがオルスなんだよ。ずっと SD はね、エヴァとガロのノーマルモードが一番いい。プチュンプシッシッシッ、なんないっすね、時短。また時短。 SD も時短も同じ回転数っていいですよね。なんか気持ち的にもなんか SD の気持ちで打てばなんとかなるような気がしないでもない。ほらなんとかなっちゃうんじゃないのこれ。ほら来たんじゃないですか、かまど王国。3点敗じゃないんだね。はい、 OK。 アジューラね、サイジバコーガのホラーだね。キリアジバ共闘です。元は大丈夫やろ、赤だし。これで戻せたら100発100中時短引き戻しの女の称号を手に入れられるしゃまた引き戻した。すごい台だわこの台。あ、風が素敵。よし、でもちろんあのモダンモードの方がレンチャンする気がするので、モダンモードで曲はライトニングダーク、覚えておいてください。このカスタムで大体レンチャンします。多分ね、多分ね。あとは気持ちを強く持つ。まあでもね、なんか導入して間もないぐらいはさ、なんか信頼度とかあんま見ない。おお、ほらこの音、この音、この音はね、なんかあんまり濃厚ではなく熱いぐらいっぽいんですよ。で7点しちゃえばいいんじゃないの。あ、そう。あ、そう。まあ、シダとかではね絶対外さなかったんで、まあそれはシダだから。 OK、 スザク、まあ、単体か、単体なのか。でも単体でもスザクは3つあるんだね。星じゃないけど魔が魔法陣3つ。そうか、スザク単体よりかは白虎とガロの共闘の方が熱いんだね。大丈夫かな。でもスザクだからイーケール、オッケー。まあさっきの話の続きなんですけど、導入して間もないぐらいは信頼度とかあんま見ないで、自分でなんかこう体感して、あ、これはこのぐらいかなとか、これは熱いのかなとか、あ、これってもしかしてこうなんじゃないのって考えながら打ちたくない。ここで返答です。めっちゃバイルしてる。あるかもしれん。キリンでしょ。え、バイブしてたのはな、え、私だよね。ほらさ、助かる。楽しい。これがガロイレブンか。緑、テイリュウさん、緑がどうここ4か、まあ、もちろん3、7点台だとね、大当たりの方みたいなので、
痛いんだけど。わあすげえ、あパルデと戦うのね。あんまりこのビーチ発展したことない。あフェンスオブゴールドやん。剣なの、ボタンなの。オッケー、ありがとね、かっこええ。ちょっと待って、むっちゃやっぱさ、やっぱロング SP だよねガロね。やっとガロの良さが。あ敬遠してきますね、ガロになった。あんな風にスンって終わるんだ。はい、緑か、いける、ダメか、腹のもない。あ風すごい、今のは気持ちいい、今のは気持ちいい。うわー最高。レンちゃん、そう危機回避マスターか、危機回避マスター取れました。16,661様まで行きましたね、行きましたね。全然収集プラスなんですけど、エンディングが見たいのよどうしても。15レンチャンして、しかも多分まだ全然伸びると思います。わーガルフォリル来たわよ、動画一発目でガロ保留出せるとは。苦しんだ甲斐があったというものよ、生配信とプライベートでボロ負けした分、今日も絶対勝つ。現在先読みチャンスのみ勝ちタブしています。待望のガロ保留で、今回はねガロ保留ステージとかはないですね。はい、即 SP ですね。423ゲーム持ち玉残り 12,037 玉あります。やっとお見せできます。ゲンブリーチ雨宮 SP でございます。でこちら雨宮 SP は赤タイトル、そして死生獣がお助けに来ることがもう、デフォルトでございます。あれということは当たりなんじゃないの。全部は応対、ちょっともしかしたら赤対デフォじゃないかもしれない。ごめんちょっと分かんない。あのね聞いたんだけど、もしかしたら間違ってたらごめんなさい。まあ、でも死生獣が必ずお助けに来るのは濃厚、デフォなはずです。よっしゃー、ガロホ取っとこう、ガロホ。 OK、 おー死生獣全員集合でございます。いいんだな、これは。ここの曲にコーズオブブラッドを持ってきたところは本当すごい、すごく評価したい。美しい。オッケーオッケーオッケー、完璧な当たり方でしたね。ガロホで最強リーチ。わあ綺麗だ。やっぱガロホ流はガロホ流ステージとかない方がね、私は好きなんで。
嬉しいです。なんか専用ステージあるとね、ちょっとなーって感じなの。専用ステージは専用ステージかっこいいんですけど、こんなにいい当たり方したらラッシュでしょ。今日初当たり3回取ってますけど、全部単発です。全部時短引き戻ししてます。いい加減ステージがここで来たー。なので剣一発になりますね。こうなればだいたいちゃんとマカちゃん取れるはず。なんでだよこれで取れないってすごいな。しない単発。はい、いいよ、また引き戻そうよ。あ、なんかこれ変化してますね。あ、早稲と思いきや青龍が来てくれた。テンパんなきゃダメなの。おー、テンパったワンちゃん。青龍パルデを倒そう。さっき倒せなかったからね。フェンサーゴール、フェンサーゴーシャえ、やばくない？これ、この台どんだけ時短で引き戻してくれるの。18ゲームで当たりですすげえ強い。オッケー。クラシックやりたいけど、クラシックムードやるとスルーしちゃうからね不思議なことに。あ、びっくりした、レインボー美しい。ちょっと間に合うか間に合うか。あー、はい、レインボーが残る。綺麗だな、綺麗だな綺麗だね、美しいね。ヤッコタン単体でも問題ないし。うわ、めっちゃ嬉しい。ガロホ、左でも右でもガロホ流、すごく綺麗だ。ありがとうです。素晴らしい。足がいい台は、こんなんでも当たっちゃう。おら乗ってる台はね、関係ないからね、色とか。いやでも右もやっぱちょっとシンカロ2っぽいバランス感もあるかもしんないよね。賛成。うわ、ゴールデンインパクトの音だ。あ、タイガー全回転。出せんだよ、ホールで。ありがとう。渡辺さん、
ロスタコールのお天ぷら。ラストヘンドは絶対テンパります。ああ、マジですか。終わった。なんだよ。いやー、短かったっちゃ、ちょっとしょぼいっちゃしょぼいですけど、内容が濃すぎて大満足でございます。はい、本日の投資の方が35,000お金で、最終的な出玉の方がちょっと名残惜しいですけど即やめさせていただきます。17,934玉ということで、回収の方が64,000お金ということで、収支はプラス29,000お金です。いやー、いい実践だった本当に。次回、そしてまたその次もハイカロイレブン打ち尽くしていきますので、皆さんもどうぞよろしくお願いします。楽しかったです、本当にありがとうございました。また会いましょう。それではお疲れ様でした。バイバーイ。